これはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが現実開幕。興味のある人はぜひルローシャキャンプで行われるオークションに参加を。よそ者、お前のことは覚えてるぞ。オークションでお宝を探すつもりか。俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。絶対に気に入る品があるはずだ。遅延がルローシャキャンプの運営に携わるようになってから物資の配給に大きな問題があることが明らかになったんだ。大抵の人はガラクタをたくさん抱え込んで生活に役立つような物資の交換を拒むんだよ。そこで俺たちはみんなが必要なものを手に入れられるように各自の所持品を使ってオークションを開催することを思いついたのさ。主にキャンプにいる流浪者だけど、もちろんボルダータウンの住民なら自由に参加できるぞ。参加者が多ければ多いほど出品物が豊富になるし、オークションの目的が達成されやすいからな。買い手と売り手の双方に身分情報を登録してもらう必要がある。それから出品物の品質が合格ラインに達していることを確認するために出品物情報の登録も必須だ。あとは普通のオークションと同じだよ。オークショニアが出品物を紹介して買い手が値段を提示する。どうだ、簡単だろ。そうだな、例えばオレグさんが使ったグローブとか、フィドラさんが制作したロボットとか。ルローシャキャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。ここだけの話、今回は新品同様の地髄鉱脈探針も出品されるらしい。なんだ、知ってるのか。それでどうだ、さっきよりオークションに興味が出てきただろう。よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。地髄鉱脈探針のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。
ンフレットはちゃんと持っておけよ。よく読んでなくしたりしないように。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。急ぎの報告か。じゃあお前から話せ。私の考えてることが分かったんだ。私もお前に単身のことを聞きたかったんだ。それで何か手がかりを見つけたのか、名誉隊員。魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。
魔女…ナターシャお姉ちゃん、危機はもう治った？フックのクマのぬいぐるみのことね。大体のほつれは治したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼女を連れているなんて。言いなさい、今度は何を企んでいるの？私たちは多く…あ、違う、何も企んでない。そうだよ。フックが言いかけていたのはオークションよね。流浪者キャンプのかしら。そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それはその、おい名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。危機は君のものだから、どうするかは君が決めていいわ。ただ、一つだけ約束してちょうだい。何？もう列界には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いて、わざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったら、もう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父、分かった。約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだから、これ以上は何も言わないでおきましょう。行ってらっしゃい。順調に行くことを祈っているわ。ありがとう、ナターシャお姉ちゃん。行こう、名誉隊員。いざオークションへ。こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか？そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でもこれだけでは大した値段で売れませんよ。待ってください、このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんと、こんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が？おい、今みすぼらしいって言ったか？取り消せ！まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、
これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインをお願いします。私がサインする。二人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の知る限り単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。ええ、すべてはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはたくさんの潜在的な買い手がいますので、あなたは優しく後押ししてあげるだけでいいのです。よくわからない。何を言ってるんだ。なるほど、それなら私は手伝えないな。だって私は嘘がつけないから。キキはこんなに可愛いんだから、早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。あのクマのぬいぐるみすごいわね。あなたも見た？待って、なんで知っているの？まさか同業者？そうよ。まさか他にも気づいた人がいたなんて。はあ、あの宝石を手に入れるのは簡単ではなさそうね。でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石をクマのぬいぐるみに？もしかして新手の詐欺かしら。キキがあの石にふさわしくないって言うのか？あ、キキ？それって…大丈夫、気にしてないわ。いずれにしても、あれほど純度の高い国宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。どうにかしてあのクマのぬいぐるみを手に入れないと。たとえ大金を使ってでも。はっ、キキは絶対に高値で売れる。あの宝石鑑定士も参加することになる。フックのぬいぐるみは大人気になるかもしれない。その…ほら、すごく可愛いだろ。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなし。どうだ、欲しくなったか？
に話しかけるな。オークション会場にいる人間は誰も信用しない。いいか、オークションで勝つのは一人だけ。ここにいる奴らは全員俺の敵だ。この俺を騙せると思っているのが、友好的なふりをしている人間ほどその裏で策略を巡らせているものだ。このおじさん怒りっぽいみたいだな。怒る？怒ってなどいない。むしろ俺は機嫌がいいんだ。適当に物を言うな。お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。あれはお前たちのものだろ。顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。どうする、名誉隊員。なんだ、俺に得させたくないのか。そのぬいぐるみにどんな秘密が隠されているのか絶対に確かめてやる。そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間でも、まだ少しだけ時間がある。もう少し潜在的な買い手を探してみよう。まったく、オークションがあるって聞いたから来たのに、私が欲しいものが全然ないじゃない。なんで開始価格がこんなに低いのよ。誰も買わなかったら私が損するじゃないの。自分で宣伝してみようかしら。知らない人に話しかけるのは得意じゃないけど。熊のぬいぐるみ？ああ、国宝石が縫い付けられているあれか？買おうと思っていたけど、財布を忘れたことに気がついたんだ。今回のオークションを楽しみに、せっかく隣町から来たのに。この人はやめよう。でも、オークションに出品したいものと委託契約書もあるんだ。商品さえ高く売れれば、クマのぬいぐるみを買えるかもしれない。それで、委託契約書もなくしてしまった。この人はやめよう。待ってくれ。でもな、委託契約書がどこにあるのか分かってるんだ。俺の契約書はロボットに盗まれたんだ。そいつは機械の墓地の方に隠れてしまったから、少し怖くなって後を追えなかった。何もかもがうまくいかない。もし契約書を取り戻せなかったら、クマのぬいぐるみを落札するのも無理だろうな。
私の可愛い孫を見かけなかった。ああ、やっと見つけた。もう逃がさないよ。この子ったら私の言うことをちっとも聞かないんだからな。うわあ、早く助けてくれ。これは私の孫だよ。間違えるわけない。どれどれ、おばあちゃんに顔をよく見せてちょうだい。おや、本当に私の孫じゃないみたいだ。それじゃあ、私の大事な孫は一体どこに？あ、心配でたまらない。よう、ボクちゃん。なんで一人でこんなところうろついてんだ？そうそう、ボクちゃんよ。お父さんとお母さんはどうした？まさか、一人で来たわけじゃないよな？あなたたちが僕をここに連れてきたんでしょ？僕のおばあちゃんならすぐそこに。うるせえ、そんなことは聞いてねえ。まあいい、いい人ぶる必要はなさそうだ。今すぐ金を出しな。この私の前で堂々と悪事を働くとは、大胆な奴らめ。ホールマスターでお仕置きしてやる。お、本当に正義の味方が出てきたぞ。兄貴、こいつらは金を持ってそうだ。こっちを狙おうぜ。よし、こいつらを狙え。行くぞ。考えても無駄。来た。この曲をあんたに。もっと。もう大丈夫だ。一緒に家の人を探そう。すっごく強いんだね。僕もいつか君みたいになれたらいいな。ありがとう、お姉ちゃんと、それから君も。またね。あれってさっきの子供だよな。あ、君はさっきのかっこいい女の子。おばあちゃん、この子とお姉ちゃんが僕を助けてくれたんだよ。それならちゃんとお礼をしないと。本当にありがとうね。私の孫はこの子だけだからすごく心配してたんだよ。おばあちゃん、オークションにクマのぬいぐるみが出てるんだけど、僕たちに買えるかな？きっと優しい人が売りに出したのね。それじゃ、見に行ってみようか。もし買えたら、お父さんとお母さんにはおばあちゃんが買ったって言わないで、このお姉ちゃんからもらったって言うのよ。あの子とおばあちゃんは仲がいいみたいだな。もし二人がキキを連れ帰ってくれたら、キキもきっと喜ぶはず。もう、うじうじ考えるのはやめよう。行くぞ、名誉隊員。Thank you.
俺の契約書はロボットに盗まれたんだ。そいつは機械の墓地の方に隠れてしまったから少し怖くなって後を追えなかった。何もかもがうまくいかない。もし契約書を取り戻せなかったら熊のぬいぐるみを落札するのも無理だろうな。これで万全だ。ロックオン。こっそり大儲け。騒ぎを起こしたくはない。盛り上がってるじゃん。乗ってる。私が守る。争いに意味はない。気を逃さず、やっ！この曲はあんたに。もっと！この紙が、あのおっちょこちょいがなくした契約書だな。に盗まれたのに、どうしてお前が持っているんだ？私たちがロボットを倒してお前の契約書を取り返してやったんだ。本当か？ありがとう。これで出品物を売ってそのお金で国宝石のぬいぐるみを落札することができる。お前たち本当にいいやつだな。この恩は絶対に忘れない。よそ者じゃないか。やっぱりオークションに来てくれたんだな。前に会ったの覚えてるか？そうだ、ちゃんと覚えていたみたいだな。単刀直入に聞くが、お前は地髄鉱脈単身を目当てに来たんだよな。
そりゃあ、まあお前と同じ考えの人が大勢いるからだよ。カンテラ・パフラビーは覚えてるか？あいつが俺に細かく確認してきたんだ。ところで、ゲーテレストランのゴーディを探しているんだ。もし彼女に会ったら、俺のところに来てほしいと伝えてくれないか？ゴーディの姪がボルダータウンに帰ってくるらしくてな。少し前にオークションで子供にプレゼントできそうなものが出品されてないか聞かれたんだ。今日のオークションには子供向けの品がいくつか出ているんだが、ゴーディの姿が見えなくて、ボルダータウンに帰ったのか。オークションを逃してしまうなんてもったいない。ゴーディが子供向けのおもちゃを探している。彼女を説得できればフックのクマのぬいぐるみの競りに参加してもらえるかも。まだ早いし、どこかへ行く？あら、オークションがどうかした？メイが喜ぶようなおもちゃがあれば、少し値段が高くても落札したいと思ってたのよ。大事なのは子供が喜んでくれることだからね。それで早起きして見に行ったんだけど、出品されてるのは古代遺物や地髄探針みたいな専門的でコアなものばかりで、一通り見て回っても気になるものがなかったから早めに帰ってきて店番をしてるってわけ。そう、私のクマのぬいぐるみが出品されてるんだ。ゴーディーおばさんのメイも絶対に気に入ると思う。そうなの？出品物が増えたことは知らなかった。わかった。ここを片付けたらルローシャキャンプに行ってみるよ。わざわざ教えに来てくれて本当にありがとうね。少々お待ちください。まもなくオークションが始まります。続いては国宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。非常に珍しい国宝石と素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。325。あ、25シールドだけあげるのはちょっと。何がいけないんだ。25と言ったら25だ。350。さらに50。私もさらに50。値もさらに50。宝石鑑定士としてこの国宝石は絶対に落札するわ。
200シールド。600シールド。他の方はいかがでしょうか。600シールド。国宝石のついた手作りのぬいぐるみ、600シールド。これ以上、600シールド落札です。この宝石は私のものね。はあ、これでお金が足りるといいけど、単身を落札できなかったらどうしよう。うん、絶対に大丈夫だ。少々問題が起こり、脊髄鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。ただの調整にすぎませんので、ご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。オークションは後ほど再開いたします。休憩？まさか脊髄単身に何か問題が起きたとかじゃないよな。あのスタッフがいる。早く聞きに行こう。脊髄単身に何があったんだ。今すぐ私に教えろ。今すぐ。それは少し技術的な調整が必要になっただけだ。大丈夫だから気にするな。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。もしかして単身が盗まれたのか。その盗まれたと決まったわけじゃないんだ。売り手にも連絡して人を集めて探させてるから、すぐに見つかると思う。そうだそうだ、遅延には防犯意識がなさすぎる。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。名誉隊員、何かいい案はないか。登録した人たちを疑っているのか。ありえない。俺たちはオークションの全てを監視して。バカ、名誉隊員が言いたいのは、泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで、売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。こんなことで報酬を欲しがるな。ボランティアを知らないのか。はあ、ちょっと待ってくれ、確認してみる。あ、お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していない奴がいる。こいつと一緒に登録した工具には覚えがある。行こう、二人を探して尋問するぞ。おい、お前と一緒に登録した工具は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。ここに来た時は脊髄鉱脈単身とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか、一人でボルダータウンに戻っちゃったの。私も彼のことはよく知らないから、直接町に行って探した方がいいと思う。本当にそいつが泥棒なのか。俺は違うように思えてきたぞ。まあいい、よそ者。お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。俺は他の買い手が勝手に帰ってないか確認してみる。もしかしたら泥棒は今もこの人混みの中に紛れているかもしれないから。よし、ボルダータウンに行って泥棒を捕まえよう。
まだ早いし、どこかへ行く？おいお前、その手に持っているのは地髄短針だな。おとなしく渡せ。なんだお前たちは。誰だ。俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。チッ、ただのガキが。野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身の価値を知ってるのか。忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホールマスターの一撃を食らえ。こっそり大儲け。盛り上がってるじゃん。もっと。やめろ、やめてくれ。降参だ降参。少し落ち着いてくれ。単身を渡すから少しは俺の話を聞いてくれ。あのオークショニアから聞いたんだ。地髄単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな大金を見たことがあるか。はあ、お前が。信じられるか。人をからかうのはやめろ。こうするのはどうだ。俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ、私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。じっくり話し合おう。ああ、わかったぞ。この単身を独り占めにする気だな。チェ、まともな人間に会えたと思ったが、まさか盗んだものを奪われそうになるとは。もちろん分かってる。行こう、名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て、本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。私たちは正々堂々オークションで手に入れてみせる。行こう。本当に単身を取り戻したのか。よかった、本当によかった。これは単身の持ち主から渡してほしいと言われた150シールドだ。取り返してくれた謝礼ってやつだな。それから今回オークションの運営の信頼を取り戻してくれたお礼として、俺たちから50シールドだ。受け取ってくれ。本当にいいの？これはお前たちがもらうべき正当な報酬だ。それにお前たちが地髄単身を落札したら、それは出品者にお金を返すのと同じことだろ。そこまでは言ってないが、そう受け取ってもらって構わないだろう。ありがとう。これでオークションで使えるお金が800シールドになった。
皆さん、大変お待たせいたしました。オークションを再開いたしますので、会場にお戻りください。続いては、古代遺物、地髄鉱脈探針です。流浪者キャンプのベテラン異端者が出品しました。これは旧世界の古代遺物のコアとなる部分で、現代では失われて久しい技術によって特殊な加工が施されております。このような保存状態のいいものにはめったに出会えません。開始価格は400シールドです。450 420 550 560。なんで入札価格に規則性がないんだ。適当に叫んでるのか。650 700 720。名誉隊員、みんなが私たちを見てる。どうしよう。750シールド。皆さん聞きましたか。これが機体の宝物の魅力です。750シールド。他の方はいらっしゃいませんか。750シールド成立です。おめでとうございます。私が落札した。名誉隊員、本当に私が端子を落札したのか。やった、本当に落札できた。お姉ちゃん、ありがとう。お前の助けがなかったら絶対に単身を取り戻せなかった。少し残ったお金は魔女ババアに渡そう。ぬいぐるみを直してもらったから洞窟イモリの塩焼きをおごるんだ。お前には褒め言葉をやるよ。わかってる、それが大人ってやつだよな。でも私はお前にちゃんとお礼を言わなきゃいけないんだ。ありがとう、お姉ちゃん。今から一緒に魔女ババアを探しに行こう。単身をきれいにラッピングして親父に送るんだ。まだ早いし、どこかへ行く。ナターシャお姉ちゃん、そんなに興奮して何かいいことでもあったの、フック。もうすぐ親父と私の誕生日会が始まるから、急いでプレゼントをラッピングしてくれ。親父を驚かせたいんだ。君って子はこういう時は私を頼るのね。お願いナターシャお姉ちゃん、診療所の掃除を2週間するから。取引成立ね。それにしても本当にこんな高価なものを落札するとは思わなかったわ。あの熊のぬいぐるみ、いい値段で売れたみたいね。
いくら国宝石に価値があったとしても、ただのぬいぐるみをその値段まで釣り上げるのにはかなり苦労したんじゃない？君たちが用意したプレゼントを見たら、フェスマンさんもきっと喜ぶでしょうね。ところで、君の誕生日会の準備は順調なの？フック。このお姉ちゃんは招待した？あ、まだしてない。お姉ちゃん、私の誕生日会に参加してくれる？やったー！私はモグラ島の仲間を呼びに行かないといけないから、お前の準備が終わったら私のところに来てくれ。一緒に誕生日会に行こう。やっと仕事が終わった。フックの親分、功労者が来ました。ジュリアン、余計なことを言うな。あ、聞こえてたか。だが慢心するなよ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？まずは親父でしょ。そういえば親父は前は誕生日を祝ってなかったけど、私を養子にしてから祝うようになったんだってさ。他にはモグラ島の仲間と、それからそうだ、ゼーレ姉ちゃんも招待した。時間がないから参加するのは無理だけど、プレゼントを送ってくれるって。あとは魔女ババアに、シュエターお姉ちゃんに、もちろんお前も招待したぞ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？私の誕生日には毎回ゴーディーおばさんが作ったボリューム満点の黒豆ケーキを食べるんだ。それから親父が毎回特大の焼き岩暮らしガニを用意してくれるんだ。想像しただけでよだれが出てくる。ホールマスターのことも忘れるな。毎年この時期になると親父は1年分のエンジンオイルを用意してホールマスターのお腹を満タンにしてくれるんだ。あたしはモグラ島の親分だぞ。お腹いっぱいにならないと悪い奴らをやっつける力が出ないだろ。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？みんなできれば鬱陶しがらずに聞いてほしい。
フックを養子にする前は自分の誕生日なんて知らなかったし、誕生日会なんてしたこともなかった。娘に出会って初めて誕生日を祝う意味を知った。だからフックと同じ日を俺の誕生日にして、この特別な日を一緒に祝うことにしたんだ。それが毎年続いて、いつの間にか俺自身も誕生日会を楽しみにするようになっていた。今日は特別な日だ。フックはモグラ島の仲間に加えて、この親切で勇敢な新しい友人も招待した。みんな今日は盛大に楽しんでいってくれ。ナターシャから聞いた。あのフックのでかいクマのぬいぐるみ、お前が一緒に取りに行ってくれたんだってな。いや、フックは昔あのぬいぐるみがないと眠れなかったんだ。お、親父、それは言わなくていい。私はもう大きくなったから別に危機がなくても寝れる。町を離れてから生活は苦しくなるばかりだった。家計を何とか支えるために俺はお前の面倒を見ることもできず、何日も家に帰れないこともあったな。そんな時はいつもキキがフックのそばにいた。俺の代わりにキキがフックの寂しさを紛らわしていてくれたんだ。だから俺は、親父に言いたいことがある。実はキキを売ったんだ。何？売った？心配しないで親父、私はもうぬいぐるみがなくても大丈夫。ナターシャお姉ちゃんもモグラ島のみんなも名誉隊員も一緒にいてくれるから、私はちっとも寂しくないよ。まさか売ってしまうとは。俺はやっぱりダメな父親だ。そんな大事なことも知らなかったなんて。ううん、私はちゃんと知ってるよ。親父は私を一番に気にかけてくれてるって。そんな親父を心配させたくなかったから今まで言わなかったんだ。ありがとうフック。だがそれじゃあ俺が用意したプレゼントは。ん？親父は何を用意してくれたんだ？近頃はおもちゃを作るところが本当に少なくなってきていて、これを買うために何軒も回ったんだ。だがまさかキキが売られていたとは。残念だ。大丈夫、がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。私が親父にあげたプレゼント、早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。わかった。今すぐ開けるよ。これは地髄鉱脈探針？これは私とお姉ちゃんが
オークションで落札したんだ。落札に使ったお金は機器を売って手に入れたんだよ。これがあれば親父の鉱脈探索機を直せるよね。親父？ありがとう、フック。このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。必要ないって？フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探索機を売ったお金で買ったんだ。フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？もちろんだ。親父からのプレゼントは世界一だよ。俺もそうだよ、フック。俺も同じだ。
こっからが本番だよ。もっとくるりん。ダイヤモンドあげるね。くるりん。もっと。それじゃあダメだよ。はっ、くるくるラン、戦闘準備。もっとくるりん。はっ、そう。孫悟の意志。パーツアップグレード。ロック。邪魔しに来たの？反抗。陽動。霊楽。持ってる。感謝してね。くるくる。こんな大きなダイヤモンドあげるね。手の施しようがないわね。おやすみ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。盛り上がってるじゃん。もっと。何見てるの？
察しが私が守る。この曲はあんた乗ってる。感謝してね。お注射の時間よ。ダンス戦闘準備。盛り上がってるじゃん。己を解き放つ。反抗陽動霊落。何見てるの。おやすみ。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。ブルリン間に。ほんの気持ちよ。気にしないで。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。こっからが本番だよ。もっと感謝してね。悪い気がこの曲はあんたに持ってる。おやすみ。私が守る。盛り上がる。になる。お注射の時間よ。もっと反抗陽動霊落。何見てるの。ふっと私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。悪い日。おやすみ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。感謝してね。
るじゃん。もっと。お注射の時間よ。この曲はあんたに。持ってる？ブルリン。悪い子ね。おやすみ。私が守る。はい、になれ。感謝してね。お注射の時間よ。ダンス、戦闘準備。盛り上がってるじゃん。もっと。くるくる。ふっと。助かった。ありがとう。大したことないね。乗ってる。ふっ。悪い気ね。お薬の時間よ。私が守る。ギリシャ。この曲はあんたに。お注射の時間よ。助かった。ありがとう。さあ、盛り上がってるじゃん。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊楽。ぐるりん。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。もっと。ほんの気持ちよ。気にしないで。すっきりした。お薬の時間よ。ランス、戦闘準備。はい、になれ。ぐるりん。感謝してね。ふっと。私が守る。持ってる。己を解き放つ。反抗、陽動、霊楽。それじゃあダメだよ。ふっ、私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。くるくる。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。くるりん。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。持ってる。くるくる。己を解き放つ。反抗、陽動、霊楽。平気よ。悪い気ね。お薬の時間よ。
邪魔しに来たの？私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンドあげるね。己を解き放つ反抗陽動霊落ふっはっお注射の時間よ。間に合う。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。悪い気が。お薬の時間よ。察しがいいのね。槍先に火を、炎の槍を、断ち切れ！この曲はあんた。何見てるの？ふっと！私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド、あげるね！私が守る。ハイになれ。ライブはまだ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。私が最後まで。
回収。ロック、邪魔しに来たの？モンタ反抗、陽動、霊落、礼儀がなって、それお注射せ、ダン、戦闘。乗ってる？悪い気分、おやすみ。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。盛り上がってるじゃん、もっと。ん、怖くない、それ私が守る。ダンス、戦闘準備。この曲はあんたに。モンタ、誰かな、手の施し、おやすみ、私が守る。盛り上がってるじゃん、乗ってる。ダンス、戦闘準備。ソンゴの一瞬、邪魔しに来たの？己を解き放った、反抗、陽動、霊落、それ、おやすみ、私が守る。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。この曲はあんたに。もっと己を解き放つ瞬間、反抗、陽動、霊落。礼儀がなってないわ、それ。おやすみ、盛り上がってるじゃん、乗ってる。誰かな、フフフフ。
対処法を考えよう。ソンゴの意志邪魔しに来たの？ハイになれ。誘ってないけど誰かな。おやすみダンス。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。礼儀がなってない。お注射の時間。間にほんの気持ちよ。気にしないで。すっきりした。なんてる。私が守る。うん、怖くないよ。悪い気が。助けても何も出ないわよ。この曲はあんたに。おのれを解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。誘ってない誰かな。平気よ。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。ダンス、戦闘準備。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。お注射のおやすみ。盛り上がってるじゃん。乗ってる。私が守る。間にほんの気持ちよ。気にしないで。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。礼儀がなってないよ。それこの曲はあんたに。ハイになれ。アンコールが聞こえたよ。お薬の時間よ。すっきりした。誰かな。こっからが本番だよ。乗ってる。の意志かかってこい。やり、こっからが本番だよ。己を解き放つ準備を。反抗、陽動、霊落。ハイになれ。
対処法を考えよう。孫悟の意志ラフ。邪魔しに来たの？星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。選択、星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。やり先に火を、炎の襟を断ち切れ。おやすみ。持ってる。己を解き放つ反抗、陽動、霊落。この曲はもっと。はい、になる。乗ってる。ステージを重ねるほど最高になるんだ。